さて、続きです。23日目、ちょっとカオル出てきてくれ。カオル、奈良崎の闇に飲み込まれそうだよ。カオル、イベントはなしかな。はい、最近イベントすらないからまた奈良崎あるけど、まあ奈良崎行きますよ、もちろん出てる以上はね。いや、まあカオルを行くんやったらちゃんと本命で行かなあかんねんけど、その後奈良崎の弟はどうなったかな。あ、選びますよ。はいはい、選びますよ。大丈夫だと思ってるから。カオル放置してると危機感っていいんかな。うーん、奈良崎は教室にいるかな。あれから奈良崎の弟がどうしたかがすごく気になるんだよな。僕も部外しながらもいろいろと言っちゃったしな。奈良崎のうちからその後のことを聞ければ、これで完結してほしい。弟の話はもうこっから派生しないでほしいです。よし、到着だ。早速教室を覗いてみるとするか。奈良崎のこと気にしすぎちゃう。お、いたいた、奈良崎だ。自分の席で友達と喋ってるぞ。奈良崎の友達って誰やろう。ミヤとか。いや待ってよ、どうしよう。なんだか改めて声をかけるのも恥ずかしい気がしてきた。ちょっと待ってくれ、主人公お前カオルのこと忘れてへんやろな。とりあえず入り口から線を送って気づいてくるのを待つとするか。怖っ、お前やってること怖い。奈良崎じー、気づいてくれ。おお、気づいたみたいだぞ。あ、こっち来る。先輩、こんにちは。なんかさ、こんなところで覗きごっこですか。なんかさ分かってますよ、仲良くなってんねんけど。室って入りにくいですよね。友達との会話を遮って俺のところに来たぞこの子。それで今日は何の用事ですか。ちょっと弟のことをね。イクオの、あの後大丈夫かな。では少し場所を変えてもいいですか。ここだと少し目立ちますので。あ、噂もあるしね。すみません。うん、あらぬ噂もあるからな。いやー、ね、しかもこのね、複雑な感じ、なんか奈良崎ってもともと下に行ってからのこれやからさ、ここに来てイベントがめっちゃあんのがびっくりする。奈良崎そんなことは言ってこんかったやん。なんで急に心開いてる。それでじゃなくて、まずは移行のこと、いろいろとありがとうございました。奈良崎って礼儀正しいよね。先輩がいてくれて本当に助かりました。なんかこういうのをなんか自然じゃなくて、はい、自然体でできるっていうか、ちゃんとできる子いいよね。あ、なるほど、そのことでしたか。付き合っちゃったみたいな、そんなんはないと思うけど。そうですね、まあ予想通りの結果でしたけど。というと、振られたそうです。あ、気持ち伝えたんや。お兄ちゃんが好きなの。伊藤くんがお兄ちゃんみたいだったらいいのにな。私お兄ちゃんが好きなの。伊藤くんがお兄ちゃんみたいだ。ああ、やからガキンチョなめんなよって話か。言われたみたいで。え、これさ、ごめん、あやつじさんのことじゃないよね。え、ちゃうよな、ちゃうよな、ちゃうよな。同級生って言ってたよね。ごめん、俺ね、連続で撮ってるから記憶曖昧やねんけど、同級生の女の子言うとったよね。身近な人を好きに。言いにくいんですが、あやつじさん、ん、あのさ、あ、すみません、なんでも、あのさ、ないんです。奈良崎さ、俺のこと好き、はい、ちょっと私も聞きたいことがあったんですが、それをまた今度で。なに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 、それでは私はこれで。ちょっと奈良崎、可愛い部分出さないでくれ、頼むから。これ以上俺の精神が持たねえ。失礼します。あかん、うわ、俺の精神持ってくれ。本命はカオルや。ブレるな、ブレるな俺。奈良崎の、いや、ちょっと後で見直すわ。え、あやつりさんに連れてかれたけど、いたずらしたの奈良崎、あやつりじゃないよな。え、でも同級生言うとったよね。いや、ちゃうと思うねんけどな。
うわ、なんか伏線置いてったな、さっきな。ちょっとこれも気になんねんけどな。ちょっと待って、増えた。あがん。カオルとええ勝負まで来てる。また、会話イベント増えた。ちょっと待って、カオルは？え？ちょっと待って、カオルは？ごめん、ちょっとね、イベント消化するわ。あかん、なんかね、ごめん、動画的にも、楢崎の回が連続しててめっちゃ申し訳ないねんけど、しかもちょっと、カオル放置した感じで描写的にめっちゃ悪いねんけど、楢崎の聞きたいことってあるってことは、どうしても気になる。楢崎は一体どこにいるんだ？教室にいなかったから、部室にいるのかと思ったんだけど、当てが外れたな。参ったな。これ一週間会わへんとかなるとどうなんの？おい、楢崎って声を出して見つかる程度なら最初から困らないんだけどな。はい。ちょっと怒ってる？いいとこに出てくるね。呼びましたか、先輩？なんか、俺が会いに来るのを不快に思わんくなったな。どうしてと言われましても、先輩の姿が見えたので、声をかけようと近づいたら、私の名前を。あのさ、甘神に限らずやと思うねんけどさ、なんかこう、漫画とかでもさ、はい、最終的にはどっちの女の子行くか行かないかってあるやんか。俺がまさかその岐路に立たされてる？本当に驚いたな。これほんまにね、俺今感情的にどっちに行くかわからんよ。それで私に何か、カオル本命やねんけど。それで私何か用事ですか？え、あ、そうだった。別に大したことじゃない。一番最悪なんがどっちもゴールに行かへんパターンやな。別に大したことじゃないんだけど、ほら、楢崎が僕に聞きたいことがあるって言ってたからさ。顔をあかめるってことはやっぱりちょっと、楢崎がさ、顔をあかめるのめっちゃ可愛いねんけど、どうして口ごもるんだ。もしかして言いにくいことなのかな。あの、続け続け、もっと続け、ほじくれほじくれ、楢崎の感情を爆破させるんや。私のことを気にかけてくれてますよね。はい、そうだね。それで私のことをどう思ってるのかって少し興味が。ちょっと待って、あの、あかんな、あかんな、ちょっと俺自我保って。危ない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 。おー、そうだね。いえ、別に変な意味じゃなくて、楢崎が例えば今から同い年の男の子と一緒にマシとか言ったら、すごい焼きもちを焼いてしまうぐらいにはちょっと気になってますね。はい、素直に言うとね。これさ、ちょっと待てよ。なんやこの選択肢。僕は胸の大きい子が好きなんだ。僕は年下には興味がないんだわ。うわ、もう言えへんよ、そんなん。もうこのゲーム考えたやつ憎いな。1年生にして大人見てるのかな。まあまあまあ、傷つけない、傷つけない。ただ薫を思うならこれや。いや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 、ちょっと脱走者助けてよ。もうちょっと無理や俺このゲーム。あー、ごめん、これしか選べへん俺は。ごめん、そんなちょっと残酷なことができへん。でもこれすると薫を傷つく。異性性にしては大人見てるのかな。なんだか対等に話せるって感じでさ、ミアと同じ前者とは思えないよ。これは別にちょっと気になって好きかもしれないんだとは言ってない。 そうですか。だから主人公の言葉選び的には俺は点数100点あげたいんだけど、ありがとうございます。ただ楢崎的にはすごくいい言葉に聞こえててあかん。あー、ごめんな、最近なんか実況動画変になってて。聞きたいことはそれだけ？はい。あかんな、7歳で完全にもう、それじゃあ惚れてる。待って、あの弁当が全てか。はい、このゲーム深いな。いや、これどうなんの。あの鬼滅の刃の渦井天元みたいにさ、嫁二人いるからなって言えねえ、これ。なんとかして。無理か？私のことをどう思うか。これを、ここを聞いてくるってすごいよね。ちょっとまた増えたって。おい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 。
会話、うわ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 、もう会話しろって話かよ、もう助けてくれ。うわ、休みイベント来た。うわ、超休憩か。お前寝すぎやろ、一番右におるやつよ。やつ当たりすんぞ。椅子蹴飛ばしたろか。ふわー、やっと授業が終わってよ。なんだか集中したせいか、少し疲れたな。次の授業までゆっくりと。おっと、危ない危ない。大事なこと忘れるところだった。そういえば、今の授業でシャーペンの芯を使い切っちゃったんだよな。シャーペンの芯を使い切るっていうか、おるよね。確かロッカーには替えの芯がまだ残っていたよな。よし、ちょっと取りに行くとするか。なんか俺、修学までシャーペン使ったらあかんって言われとったんよね。小学生の後半からちょっと触って出たマサ。どうした？いや、実は折り入って俺に頼みたいことがあってな。なんやろ、コスチュームの話したら遠慮するぞ。マジキ甘髪もうそうだけど、マジキスってあんの？マジキスって名前やばいな。確か、いや、一キス入魂ってキャッチフレーズ。テニプリのなんか大取りちゃうんやから。当然だろ。それなら早し早いよ。実はな、もうすぐそのソフトの発売日なんだけど。ああ、マジキスがね。俺どうしても数量限定版が欲しくてさ。あ、なんか特典ついてくるの？でもあれはいろいろな特典がつくから、値番のそれ、ああ買ってくれ、来てくれ、あ、なそういう話か。そんなに欲しい？予約して金足りへんって。どういうことやねん。風俗行って金足りませんみたいな感じか。お願いだろ、限定版についてフィルイのフル稼働フィギュアがどうしても欲しいんだよ。そんな欲しい、後でメルカリとかに出品されるんじゃん。せやな、お金、友達とはいえ、そのガチのお金の貸し借りって結構友情壊すからね。まあただあれなんよな、そのめちゃくちゃ仲いいんやったら信頼してお金を貸していいよって言える仲が俺はいいと思うんだよね。基本的に貸し借り良くないと俺は思ってんねんけど、俺やったら多分貸してる、あ、いいよ、後で返してくれたらで、あ、もうジュースでもいいよとか言う。なんか多分仲がめちゃくちゃ良かったら多分全然貸すな。このマサとか言うのはこの金を使ってパチンコとかに行ったら縁切るけど、うん、限定版を買いたいって気持ちは僕にも痛いほどわかるから、あ、ありがとう、オンに切るよ。だからここだと倍で返すなっていうとこ、その速度は僕にも貸してくれよ。そうそう、共通で買ったらいいみたいな感じにすればいいやん。うん、これは友情を保っ、お、よし、久々の薫。ただどうなんやろ、いいイベントやったんかな。ちょっと薫、この流れで来てくれん。次夕方かな。さあ、カオル来ねえ。もう楢崎の会話イベントしかない。うわ、6ってなんなん。6っていう、あ、なんなんこの、このいや、おかしないこれ。どう思うみんな、ここに来て楢崎のさ、ラッシュやばいねんけど。どれ、しかもどれ行ったらいいんこれ。あ、てかね、これ猫があって、これアタックできるみたいな話ある？いやいやいや、カオルが私のこと忘れてないよねみたいな目で見てきてんけど、屋上で行こうか。はあ、先輩。お、長崎から話しかけてくるなんて。長崎ってあんま屋上おらんかったよね。ちょっと待ってくれ、長崎から。先輩とお話がしたいんですけど。すいません、このゲーム深いっすね。これを断ったらちゃんとカオルルートに行くのは分かってる、分かってんねんけど、ちゃうねん、性格上こんな頼み方をされたら俺断れへん。やべえ、あか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 、どう思われてんだろう見てる人に。ありがとうございます。てかカオルリート、そやねん、なあかんねんな、ほんまに男としてはこの断れへんっていう、本命の女の子のためやったらなんか可愛い後輩の頼み事も断らなあかんのよ。でもちゃうねん、楢崎とはそういう関係ちゃうねん、ちゃうよ、分かってんねん。で、楢崎のルーティンは知ってんねん、世間話から入んねん。うわー、入っちゃうねんな。オッケーオッケー、いいよいいよ、大丈夫。楢崎がなくしたもので一番印象に残っているものって何？自我を保って俺。一番、
長崎ってか物なくさなさそう。靴とか。靴ってなくす？はい、昔ブランコで靴飛ばしをして遊んでいたら。へえ。ブランコで靴飛ばしって何？ごめん、ちょっと置いてかんとって。なんか珍しいな、レイヤー履いてんの。てかこ、当たるっしょってレベルやねんけどな、上3つやったら。娯楽入らんのよね。おしゃれもなんかあんま入らんイメージあるからな。食べ物、チャンスやってんけどな今の。いや待って、3つあって外すのは痛えな。そうか、基本的に難易度高いもんな。世間話が無難やったかな。あー下がっちゃった。なんか今日優しくないイベントの内容。もう一回世間話行くか。うわ、さっきのが世間話か。え、これさ、前半3つあんのに2連で外す俺結構やばい。いえ、その、あかん、冷めてる今回結構。いや優しかったのにな。娯楽と恋愛が入らない。え、結構今回優しくね、めっちゃ優しくねやけど入らんのよな。運動 OK 入った。よしよしよし、運動久々に入ったな。女の子同士でドッジボールするときって手加減はしたりするの？中にはそういう人もいますが、私は手加減はしませんね。妥協せえへんもんな。なんか負けず嫌いっぽいもんな。はい、ですが、私は運動が苦手な人を狙いませんから。へえ、あくまではないってか。確かになんか空気読めそうよね。ハートついちゃったよ。アタックできるのが出てきてしまったぞ。おいおいおい。恋愛が2回入っとんだよな。恋愛行くか。入らんかった。長崎で基本難しいね。今回の会話編で3回すかしてんねんけど。あ、やからあそこはアタック、今そう猫ちゃんマークが下に3つ並んでるってことアタック選べんだよね。やからハイにしていかんとあかんだよな。くそ、いやーしまった。あ、逃したかもしれん。そろそろ時間ですよ。え、これさ、長崎アタック行ったら上に上がんのかな。私はミスったな、しゃあない。お話の続きは。でもなんかあんまり盛り上がらんかった割にさ、七崎がごめんお前とは話したないっていう雰囲気消えたね。急にやな、わからんもんやな。天神って終盤の逆転劇じゃないけど、てかまだ会話エミとたっぷりあんねんな夕方。あ、まだもういろいろもうめちょっと水着姿の七崎と会話をしよう。ちょっと待って、笑ってまうねんけど。選びてー、選びてー、2個ある、選びてー、選ぼう。プールの描写初めてちゃう？あ、先輩、エロすぎてまった。スクール美好きってやべえな。私は別に構いませんよ。スクール水着ってやばいな。てかなんか長崎父が大きいタイプが好きなんだ。めっちゃ優しいなってない？世間話入るな。てか世間話めっちゃ入んな。入れようか。え、なんか優しいなってる難易度が。後半分かってくんのかこれ。そういえば僕も長崎に似合う仕事を考えてみたんだけど、長崎の仕事。何です？なんかさ、OL 七崎みたい、わかる、利害が一致するじゃないか。確かに OL の七崎みたいな。てか七崎は何の仕事でもいける。弊社にお任せください。こんな感じですか。機嫌良くない？なるほど、ちょっと待ってくれよ、機嫌がいいよ。はだ、もう楽勝やん。恋愛、おしゃれがもしかしたら入るかもしれんけど、前半が入るか。勉強か。あ、俺これすかすのすごい、もしかして。今のも世間話やったかな。なんかこのすかすのはちょっと下手くそやな、甘噛みを。
分かってないな。ですか。分かんな。せっかくいい調子やったのに。あら、はいにしないと。さて、また来た。お、世間話が入らない。恋愛があって、おしゃれの3つ手前か。運動、もう一回入る。勉強、今入らんかったからな。おしゃれ？おしゃれ、はい、食べ物も入らんかってな。さっきから入りにくいと捉えよう。運動。お、入らんかった。あかん。俺、下手くせや、甘髪。てか、七崎がもしかしてむずいのか、その、薫の魔力なのか、どっちこれ。魔力かな、薫の。ちょっとわからんね、これに関しては。ちょっと冷めないで。はははははって言われる。これ、ローになったりする？ならない、大丈夫。話が終わらない。お、めっちゃ楽勝やん、こんなん、世間話。なんか、終盤に行けば行くほどさ、なんか、難易度優しくなってない？七崎が家で一番落ち着く場所ってどこ？やっぱり自分の布団の中ですね。かわいい。なんといっても、夜、横になってから、寝つくまでの時間を過ごす場所ですから。俺も好きやわ。最近朝起きれへんもん。冬ってさ、マジで布団から出れんくない？あ、ゲッ！ゲやけど、みんな見たいよな。え、待って、カオル消える？これ行くけどさ、いや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 、好きまでは行かへん。仲良しの方に行くはずや。ちょっとね、なんで水着姿でアタックすんねん。ちょっと主人公頼むわ。選んだ俺やけどさ。そうだ、七崎。はい。てか BGM がいいな。カオルの時と BGM 違う？そういえば僕さ、七崎に貸そうと思って、あ、漫画を持ってきてたんだよ。私にですか？あ、そう、水着姿にアタックで。おい、もうそのツッコミせんとくわ。これなんだけど。何これ？あ、でも村正？今はこの格好ですから。せやね。ロカイでも入れに行けばいいんじゃないか。あ、そう。てか、なんで水着姿中に会いに来てんの？意味わからんくない？三匹がご乱心ですか。え、ちょっと待って、村正って書いてんかった今。僕の大好きな漫画の一つでさ、本当に理屈抜きで面白いんだ。そうなんですか。七崎って漫画見んのかな。でもさすがに内容が内容だけにミヤには見せてないんだけどね。そうで、七崎はミヤよりも大人だから問題ないと思ってさ。そうでしたか。とりあえず七崎と疎遠とかなくなったにしろ、薫がどうなるかやな。あ、そうそう、それともう一つ、実はこの漫画には秘密があってね。秘密ですか。カオルとマジで会ってへんもんな。そうなんだ。ちょっとその表紙カバーを撮ってみてよ。あ、はい。横姿エロいな。ん？は？そこに実は主人公の日常。ああ、どういうことだ。どうして三匹がご覧しの表紙にこんなに際どいイラスト。水着姿にそんな本を見せて、どんなプレイや。味見かかりつけ。いや、今日はそんな勤務じゃないな。この間買った味見かかりと、それも一緒系な系列じゃないの。社内にはびこる不正をさまざまな手段で解決する味見かかり長。そういう話。際どいシーンもかなり多くて、実に素晴らしい作品なんだよな。え、なに？エッチな作品ですかこれ。味見かかり長。なんかめっちゃやらしいタイトルに聞こえてきた。味見かかり長。なんかめっちゃやらしいタイトルに聞こえへん。よし、それじゃあ読むぞ。何巻ぐらいあるんこれ、ペラリ。おお、ここで脱いだの。やっぱそういう話ない。あれか、あったな、あったな。最悪の本やんけ。すげえ話だよな。ぶっ込むな。大丈夫これ。先輩。冷めてないかな。変わってはちょっといい方向に転がってほしいけど。表紙カバーと表紙でタイトルが違う漫画なんて初めて見ました。ごもっともです。すいませんでした。
としたらここで慌てたりして冷静に対処さえすれば。せやな。そうそう、珍しいだろ。それがこの漫画の秘密なんだよ。違う違う違う、回収するんや。確かにこれは表紙カバーを取らないと分かりませんよね。そうやね、回収するんや。うまければ七崎にバレずに漫画を取り戻せるかもしれない。せやね、回収しなあかん。なあ七崎。はい。その今思ったんだけど、やっぱりその漫画七崎には早。ありがとうございます先輩。あ、ゲ。この漫画すごく面白そうなので、ゲ、今から読むのが楽しみです。ゲあ、あかん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 、七崎がどういう方向に、はい、そういう漫画が好きなパターンあんのかな。これはお借りしていきます。ではちょっとこれをロッカーに入れてきますので。足首係長一年分笑って思ったな今。この動画ちゃんと見てる人からすると今のシーンめっちゃ面白いやろな。いや、 おもろいイベントやったけど、他のアタックやったらどうなっとったんやないけど、今までの七崎のイベント的にアタックいける思わんかったな。てかカオルにアタックしてから七崎に別のやつにアタックするのってありなん、これゲーム的に本当に貸しちゃってもよかったのかな。いやほんまやで、どうなるこれ。ゲージアタック成功したけど、あー消えた。あそこが潰れんのか。うん、いやーどうなるこれ、全然わからんくなってきたぞ。さあゲージどうなるこれ。ん、仲良しに行くのかな多分。抜きんでたけどってことでいいんだよね。結局カオルに最終的に行くんだよね。今日は寄り道してきたんだね。いや部屋にお土産はないの？あのプールの水持って帰ってきたけど飲む？いやーなんとここに来て七崎にアタックするとは思いませんでしたが、七崎じゃないわ、天神というゲームはものすごく深いですね。ただもうクリスマス目前なので本当に誰に行くかを決めないといけません。もう厳しく生きていきましょう。また次回の天神実況でよろしくお願いします。もう自分が分かりません。